はい、どうも、ナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。今日9月13日ですね、アップデート、追加キャラクターが来るのが明日14日なんですけども、これ俺だけかな？なぜか、もう使える。うん。13日の、夕方なんですけども、すでに使えるんだよね。俺だけじゃないはずだよね、これ。まあ、とりあえず、ルフィから使っていきましょうか。上がれ心臓の音。それでは使っていきましょう。普通のルフィじゃない、ないね、ないね、違うね。攻撃が、覇気がついてるね。オッケー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 。カイロをぶっ飛ばすのはこの、これは前からある必殺技だね。はい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 。まだ全然攻撃力とかはね、上げてません。上げれるんだけどね。でもね、3キャラってなると上げれなかったんだよな。なのでまだ中途半端です。あー、これ動画で見たやつ、かっこいい、かっこええな。あ、うんうん、まあまあ、うん、使いやすいね。もちろんね、使いやすい。あ、ちょっと待って、これフォルムチェンジしてみるか。あとはこいつらを倒すだけか。来た来た。あ、そうそうそう、スカイタイプにね変わるんだよね。おっしゃ。スカイタイプはね、結構苦手なんですけど、なんじゃこれ、使いやすいな動きやすい。いや、スカイタイプね、すごく苦手なんだけども、いや、ルフィのスカイタイプ、これ使いやすい。まず攻撃範囲が異常だ。うん、攻撃範囲異常。やばい、かっこいい、かっこいい。こっちは？おお！あのね、攻撃力全然上げてないんですよ、まだ。開示で攻撃力は上げてないんだけども、十分強い。し、あれだね、ゲージ全然減らないね。フォルムチェンジの。ゲージもうちょっと減るもんかなと思ったけど、全然減ってない。ちょっと待って、ビッグマンもう降りてこい。オッケー、降りてきたね。俺の力、思い知らせてやるな。おお、なるほど、あの大きくなるチャージにね。これ何、分かんない、なんかした。さすがに硬い、ビッグマンは硬い。よっしゃー、これで沈むでしょう。 OK で、フォルムチェンジおしまいで、カイドウ出てくるまでにちょっとゲージ貯めよう。カイドウまでにゲージが溜まってればいいけど、溜まんないね。ここで貯めていこう。よっしゃ、オッケー。あ、まあ本気バーストしたらなんか速攻で倒せそうな気がする。このあとちょっとフォルムチェンジでいこう。いやわ、ルビーかっこよすぎでしょ。いやこれを使えるってことがもう本当に感動ものだ。うん、ゲージもね、まあそこそこ溜めやすい。まあ範囲が広いから、まあもちろんそうなんですね。
あと一発か。そして俺の戦力に加えて。ふざけんな。俺は海賊王になる男だ。いやまあまあタイムはねあれだけども強いな。よかった。いやー気づいてよかった。明日からだと思ってたからちょっとぼーっとしてたけども、まさか13日から使えるようになるとは。いやこれフライングとかではなくって普通に使えるようになってましたね。いやびっくりです。ルフィマジで面白かった。ではカイドウとヤマトも使ってみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。